融和政策とは、戦争に対する恐れ、倫理的な信念、あるいは実用主義などに基づいた戦略的な外交スタイルの一つの形式で敵対国の主張に対して相手の意図をある程度尊重することによって問題の解決を図ろうとすること。融和主義とも、危機管理においては、抑止の反対概念として理解される。幾が常用漢字でないため、 融和政策と表記されることがあるが、本来は別の意味である。第一次世界大戦による甚大な被害への反省と恐怖から、ヨーロッパではあらゆる戦争に対して無条件に反対するという平和主義が台頭した。第一次世界大戦の結果、1919年にパリで結ばれたベルサイユ条約は、ドイツに対して1320億金マルクという、 天文学的賠償額を要求し、全植民地と領土の13%を剥奪、戦車、空軍力、潜水艦の保有禁止、陸軍兵力の制限、参謀本部の解体、退仏国境ラインラント地域の非武装地帯化などを、ドイツの経済や安全保障にとって非常に厳しいものとなった。この反動で、ベルサイユ体制打破を掲げるヒトラーが率いるナチスが、 国民の高い支持を得ていった。ヒトラーは自由選挙の下で国民から高い支持を集めて1933年にドイツの首相に選ばれ、その後全権委任法成立と1934年の総統就任によりドイツの独裁的指導者となる。ドイツの拡大赤は1933年、ピンクは1939年、 オレンジは1943年のドイツ1935年、ヒトラーはベルサイユ条約の取り決めを一方的に破棄して再軍備と徴兵制の復活を発表した。左派政党であるイギリス労働党はナチズムへの警戒心と共産主義への理解からイギリスの軍備増強を強く主張したが、イギリス保守党は反共主義のためドイツをソ連に対する 防波堤として利用するべくドイツの勢力拡大を黙認した。また平和主義を求める世論に縛られている各国もこのドイツの行動を黙認した。1936年ドイツはラインラント進駐を行い条約は完全な私分となった。1938年にはオーストリアを併合するなど勢力を広げる。1938年ヒトラーが チェコスロバキアの幼少図テン地方を要求したことを受け、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア4カ国の首脳会議がミュンヘンで行われた。イギリスのチェンバレン首相は反共主義のためと平和主義のためと戦争準備の不足からドイツの要求を飲んだ。なお、チェコスロバキアの代表は会議に参加することも意見を提出することも認められなかった。ヨーロッパ中では 世界大戦が回避され、平和が訪れたという喜びに包まれた。特に立役者チェンバレン首相は称えられ、パリでは街の一つをチェンバレンと名付ける道義が提出されたほどであった。ミュンヘン会談はヒトラーにとっても大きな賭けであった。融和が成立しなかった場合は、チェコに進行する計画が発動される予定であったが、軍人たちは対チェコ戦に悲観的な見通しを持っていた。 ズデーデン地方には、マジの線に匹敵すると言われた、要塞線が存在し、進行の大きな妨げになると予想されていた。また、大英仏線の発生も懸念されていたが、防備も十分ではなかった。独仏国境のジークフリート線も3週間と、持たないという見通しすら存在した。また、元参謀総長、ルートビヒベックをはじめとするハンヒトラー派は、 ヒトラー排除のクーデターを計画していた。彼らは、対チェコ戦の開始をきっかけに計画を実行するつもりであったが、ミュンヘン会談により計画は延期された。こうした内情は一切イギリス側には伝わらず、政策に影響を与えることはなかった。チェコスロバキア併合に抗議して、ドイツ経営の食事の提供を拒否する、チェコ系アメリカ人のレストラン経営者ミュンヘン会談の結果、 チェコスロバキアは、要塞船や守コダ社の軍事工場をはじめとする工場地帯を失い、ドイツに抵抗する力をなくした。1939年3月には、ドイツの策動により、チェコスロバキアからスロバキア、カルパトウクライナが独立。スロバキアは、ドイツの保護国に、カルパトウクライナは、ドイツの同盟国ハンガリー王国に編入された。 残ったチェコもドイツの要求に屈し、併合された。これはミュンヘン会談の合意を完全に踏みにじるものであった。イギリスの世論は沸騰し、反独機運が高まった。チェンバレンは強硬な抗議を行ったが、軍事的措置は取らなかった。次なるポーランド回廊をめぐるドイツの要求に対し、イギリス・フランスはポーランドと同盟を結ぶことによってポーランドを援助し、 ポーランドはドイツの要求に抵抗した。1939年9月1日、ドイツはポーランドに侵攻、9月3日に英仏はついにドイツに戦線復刻し、第二次世界大戦が始まった。当時西部戦線のドイツ軍兵力が29個師団だったのに、対し英仏は110個士団を有して英仏側が優勢であったが、英仏は ポーランド援助やドイツ本土侵攻といった手段は取らず、防備にのみ努めた。高機動力を誇るドイツ軍の前に、ポーランド軍は、いとも簡単に粉砕され、ポーランドは、ドイツとソ連によって東西に分割された。優和政策と優柔不断な外交により、ポーランドは、大国と交わした条約を遵守されることなく侵略、占領された。ナチス政権下のドイツに対するチェンバレンの、 融和政策の是非をめぐっては長い間論争が続いている。チャーチルは著書第二次世界大戦解雇録の中で第二次世界大戦は防ぐことができた。融和策ではなく早い段階でヒトラーを叩き潰していればその後のホロコーストもなかっただろうと融和政策の失敗を述べている。一方近年のイギリスでは チェンバレンは、融和政策で稼いだ実感を、軍備増強のために、最大限有効活用した。これがなければ、イギリスは、史実よりさらに不十分な軍備のまま開戦し、ドイツを叩き潰すどころか史実よりも、さらに苦境に追い込まれ、極限すれば、スピットファイアなしで、バトル・オブ・ブリテンを戦うことになっていただろうという、肯定的な意見もある。当時の英国経済は、 世界強行の傷が癒えぬまま、純経済的には、不利なブロック経済を維持し続けたために破綻寸前の状態で、ドイツほどではないにせよ、軍備増強せずに、軍事的に滅ぼされるか、軍備増強して、経済的に滅びるかの二者択一に近い状態にあり、強行政策を取りにくかったことについても考慮する、必要がある。また、ミュンヘン会談以前の英国、そして、フランス国内では、 ソ連の脅威を背景とした反共主義がかなりの勢力を持っていた。そこにヒトラーのカリスマが加わった結果、両国首脳部には反共、親ドイツ派がかなり多く、むしろチャーチルのような反共、反ドイツ派の方が少数派であった。だが、ドイツはソ連と独ソ不可侵条約を結んだ上で世界大戦に突入し、まず英仏に牙を向けることとなった。 この問題は現代でも独裁的で攻撃的な政権に対する対応を語る上でしばしば議論される。近年では1990年の湾岸危機の際、米国のブッシュ政権はヒトラーによる図で天点地方要求に対して毒に対して譲歩したことが及ぼうした。結果の反省からイラクのクエート侵攻に関し、国連アンポリ決議を重度にわたって出し、イラクに クウェートからの撤退を要求したもののイラクはこれを拒否したため他国籍軍を編成し湾岸戦争を開戦した。また2003年の米英などによるイラク戦争開戦について米国のブッシュ政権はミュンヘン会議を例に挙げヒトラーに対して融和政策を取ったことがアウシュビッツの悲劇を生み出した。サダム・フセインも先制攻撃しないと大変なことになると イラク侵攻を正当化する根拠とした。ありがとうございます。